どうもこんにちは、 AK ヒットと申します。漫画紹介を始めていきたいと思います。今回紹介する作品は王様ランキングです。王様ランキングの著者は東岡宗介さん、エンターブレイン、つまり角川から出版されています。一巻は2019年の2月12日に発売されました。応援したい主人公。漫画の主人公には2種類あります。読者から憧れられる系と読者が応援したくなる系です。前者は強さ、賢さ、うまさ、行動力などの特定のパラメーターが物語の最初から突出していて、主人公が周りを引っ張ったり魅了していくタイプで、後者は最初は弱かったりバカだったり下手だったりして周りから笑われたり期待されていなかったりするけれど、素直さとひたむきな努力家でもあるタイプです。前者のタイプには欠点や苦手分野も合わせ持ち、仲間から助けてもらったり慕われたりしてチームが出来上がっていく流れが王道パターンです。後者のタイプには実は隠された特技や長所があって、今までそれを生かしきれていなかっただけで、サポートしてくれる仲間に出会うことで徐々に才能を開花させていく流れが王道パターンです。この王様ランキングの主人公は後者に当たります。バカで間抜けなのに加えて、耳が聞こえずうまく話すこともできず、チビで虚弱体質というハンデまで抱えています。次期国王になる立場、つまり国王の息子であるにもかかわらず、周りからは全く期待されていませんし、バカだと呆れられている始末です。身のこなしや動体視力はいいのですが、それは全く評価されていません。その特技を生かしたヒット&アウェイの剣術も周りからは王としてふさわしくない卑怯なやり方だという見方をされてしまいます。彼は見下され、バカにされても素直さを失わないけなげさを持ち、悔しい気持ちは笑顔で隠していつも隠れて泣いています。応援せずにはいられません。あらすじ。主人公はボス王国の第一王子ボッジ。口も聞けず非力な彼は家来や民衆からの信望は薄いです。片や義理の弟である第二王子ダイダは大人顔負けの剣術を持ち、みんなからの人気も高く、次期国王に推す声が多い有様でした。王になることを夢見るボッジでしたが、父である国王以外はそれを望んでいないようです。ある日町に出かけたボッジは影のモンスター影と出会います。影はボッジに金品を要求し、ボッジは素直に従います。毎日それを繰り返しているのに嫌な顔一つしないボッジに影は興味を持ちます。帰り道にボッジを尾行する影は、ボッジがみんなからバカにされて笑われても一人になるまでは決して悔し涙を流さずに我慢していたことを知ります。それから影はどんなことがあってもボッジを応援することに決めました。唯一の仲間ができたのです。その後国王が亡くなり、次期国王が選ばれる時がやってきました。王の遺言ではボッジを次期国王にするように指示してありましたが、実際の国民への発表では第二王子であるダイダの名が呼ばれました。失意から城を飛び出したボッジ、同時に影はダイダの側近に捕らえられ殺されようとしていました。斬新な設定。普通主人公が弱いとか下手だとかのマイナススタートは唯一の特技でうまくカバーされていき、周りの評価も変わってくるものですが、この漫画は違います。主人公のハンデは実は彼自身のせいではなく父親のせいだったのです。ボッジの父親ボス王は若かりし時に魔人と契約を結びました。世界一強い力を持ちたいと願うボス王に魔人は血のつながりのある者の力を奪い、その力を与えることならできると答えます。その時に家族はいなかったボス王は結婚して息子を産ませ、息子つまりボッジが本来持つはずだった力を与えられることになったのです。ボッジが弱くて愚かで虚弱体質なのは性格でもなく遺伝でもなく父と魔人との契約のせいだったということです。可愛らしい絵柄にごまかされそうになりますが、これはかなり残酷な設定です。強くて偉大な父親というのは大抵は主人公の乗り越えるべき壁として立ちはだかるものですが、この漫画では主人公に負の遺産を相続させる役として機能しています。他の漫画には見られない斬新な設定です。すごいです。自分の責任ではない弱さを背負うことになった主人公は一体どうやってそれを乗り越えていくのでしょうか。童話っぽい絵柄と語り口ですが、深くて大人でも楽しめる全く新しい王道少年漫画です。王様ランキング、ぜひ読んでみてください。はい、ここまで見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。ブログも書いてます。ブログ名は紙の本も読みなよです。
この YouTube チャンネルと同じ名前です。ブログの方も参考にしていただければ幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。